カネーベク軍はアメリカ合衆国ミネソタ州の東部に位置する軍である。1858年3月13日にパイン軍から分離して設立された。2010年国勢調査での人口は16,239人であり、2000年の14,996人から8.3%増加した。軍庁所在地は網羅市であり、同軍で、 人口最大の都市でもある。当初の軍庁所在地はブランズウィックだった。軍名はオジブーエゾクインディアンの言葉で、蛇を意味するジェネビックから取られ、軍内を流れるスネーク川にちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は533.38平方マイルであり、このうち陸地524.93平方マイル。 水域は8.45平方マイルで、水域率は1.58%である。秋のフィッシュ湖の夕日人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ブラハム市は主にアイサンティ軍に入っているが、カネーベク軍にも広がっている。ありがとうございます。